こんにちは、賃貸の目崎の吉田です。本日は奈良県天理市のですね、石本町にございますサングレースのですね、2階部分203号室ご紹介させていただきます。こちらの物件なんですけども、最新設備がですね、たくさん導入されたおすすめの 2LDK アパートとなっております。早速ね、広いリビングからご紹介なんですけども、結構ね、本当に広いですね。まあ、こちらの方でしたらね、ここにリビングを取っていただいて、手前のスペースでダイニングを取っていただくこともできますので、非常に使い勝手のいいリビングだと思います。こちらにはこのようなエアコン短い設備でついております。またですね、こちらバルコニーになるんですけども、バルコニーの方も非常に広くておすすめですね。広いですね。ゆったりしてますね。こちらがリビングに付いております収納です。こんな感じでね、非常にたくさん収納いただくことができます。またね、先ほど見ていただいたこちらのバルコニーのガラスなんですけども、2枚の合わせガラスになっておりまして、中に空気が入っております。ですのでね、断熱効果や湿気がね、結露しにくかったりとかいうガラスになるので、非常におすすめです。はい、それではキッチンの方へ移ってまいります。もうね、見ていただいたとは思うんですが、こちらキッチンの内部ですね、非常におしゃれなキッチンになっております。ちょっとなんかね、スタイリッシュな感じのキッチンですね。こちらシンクですね。調理スペースも結構たっぷりとっておりまして、システムコン、ね、キッチンになっておりますので、コンロもついております。レンジフードもね、こんな感じでとっても使い勝手良さそうです。収納スペースもね、結構たくさん入りそうですね。安心して使っていただけます。こちらモニターホンで、こちらが給湯器のリモコンとなっております。それではこちらの扉を開けますと、水回りとなります。入っていただいてね、まずこちらシャンプードレッサーになっております。こちらが洗濯置き場ですね。上にもね、棚があって使い勝手いいです。奥がお風呂場となりまして、お風呂いいんですよね、ここ本当にね。ここもう2人とかでも余裕で入っていただけるぐらいのスペースありますね。実際撮影今2人でしてますんでね、2人入っても余裕ですね。これもいいですね。私の家のお風呂もこんなに大きかったらいいのになって思っちゃいますね。はい、こちらもトイレですね。ウォシュレットの方もついております。それでは、向かって右側の洋室ご紹介していきます。こちら向かって右側の洋室です。ちょうどいい広さですね。寝室に使っていただくもよし、荷物部屋にしていただくもよしです。このようなクローゼットもついております。それでは反対側の洋室ですね。こちらの方で先ほどの洋室より少し大きめですかね。クローゼットもね、このような感じでしっかりついております。以上でね、こちらの物件の紹介の方を終わらせていただくんですけども、まだまだね、情報の方が物足りないという方はですね、私ども賃貸の目崎のホームページの方でしっかりアップしておりますので、またそちらの方のご確認もお願いいたします。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の目崎では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。